今回紹介するスレはこちら。イムジンブレイカーは数多くの人間を救ってきたんや。その数499億9999万9997。アレッソー城とコロンゾンとクリスチャン・ローゼンクロイツは？テッタは？ミツアリは？誰？蜂蜜の匂いがする巨乳のネトネトした人？誰なんだ？あのはじめまして。おいおい、上条と馬がいないからフレンダは死んだんでしょうが、待てよ、彼は私に夢を果たす機会をくれたんだぜ。おい、上条、その場に居合わせた男の名前を知ってるか？俺が間に合わなかったからフレンダは死んだんだよね。ひどくない？の正体って、まさかサンジェルマン？サンジェルマン、お前いいところで散りすぎなんだよ。頼むからもう一回復活してくれ。誰死んで当然のゴミ？フレンダー、逃げる。かっこ神やんとおりキャラのコメント。え、どうして繋がる力を放棄してドラゴンに頼ったの？なぜ？後悔するくらいなら右手で頑張ればよかったと思われるが。しかしなんかもうマジでどうしようもないくらい相手が強かったんです。ドラゴン解放後も普通に渡り合うし、なんなら押してるこの魔術師は？みんなで力を合わせて撃退ができない方の怪獣映画として、お墨付きをいただいている。ヨハン・バレンティン・アンドレイ・アリスカキモジ。手のひらをかざすだけであらゆる奇跡を起こす聖者だ。あまり舐めない方がいい。へっ、何が聖者や。逆ギレアンチヘイト作者コスプレおじさんのくせに。クソみたいな目的のくせに実力が見合ってるのはルールで禁止すよね。ローゼンクロイツになるには相応の実力が必要なんだ。仕方ない、本当に仕方ない。核兵器に頼るしかなかったシンゴジラなんだよね。ひどくない？まああの G は核兵器出しても殺せなかったんやけどな。グエ兵、キングスフォード、学園都市、超絶者、アレイスター、そして上条だ。みんなでクリスチャン・ローゼンクロイツを削るぞ。弱ったところはアリスが許さないよ。お見事です、アリス嬢。私が見込んだ通り、あなたは強力な小ボスだ。まあ心配しないで、どこでも腕切断機が知り合いにいますから、いつでもドラゴンを使えるんだよね。便利じゃない？あれ、失血死の危険は？認めない先生、一人助けられない世界など認めない。仲直りさせろ先生、おかしくなりそうだ。あわわ、お前はアリス、先生元気しとん？ええ、世界を滅ぼしてでも必ず助けて仲直りするので問題ないですし。アリス大丈夫？インデックスの知識にもなかったみたいだけど。魔導図書館なんて道具の選択肢の一つやんけ、罰するやんけ。しかしみんなのヒーローなのです。イマジンブレイカー、クソ、重複した願望を持ってるんだ。ワールドリジェクターに負けたのも当然を超えた当然。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。